ピーシエンジン働く少女テキパキワーキングダム33枠目。はいはいはいあはい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 はい、コーヒーさん、黒金さん、妙見さん、サンジさん、グラソウジさん、いらっしゃい。あはいあはいマーストさん、10個目さん、農協牛に対して、はいはいわっしょい。トモさんじゃん、グラソウジさん、リッドさんが出る。わっしょい。おい、はい、はい、はい、お仕事日より、あ、はい、シャドルさんに、はい、はい、あ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 、はい、シャメン、あ、はい、テキパキテキパキ好き好き、シャーッ、上岡さんありがとうございます。はいはい、23個目さん、頑張るぞ頑張るぞ、猫じゃらしさん、いらっしゃい。俺たちバスマン、ほんわかブラック企業和子、30個目さん、いらっしゃい。シャトルさんありがとうございます。東映さん、いらっしゃい。はい、続きからイダルト、今日も大活躍、今週も大活躍。はい、今週の壁紙は設定の変更を行うのわこ、ふわふわね、ふわふわ、シエリさんでしょ。はい、部下の能力をチェック、部下チェック、結構ある、普通くらい、普通くらい、あら、かわいい、どうしようかな、ちょっと待って、男の子が一番かわいいんでしたっけ。男の子がまあ可愛いかもしれないね、うん、まあ、人によるかもしれないけどね、はい、みんなそこそこあるな、みんな普通はあるけど、結構あるにならないと仕事が割と成功しないからな。誰が好き投票とかありました？いや、誰が好き投票はなかったですよ。あ、今度、最後まで一周これ終わったら一応やりましょうかね。おじさんありがとうございます。誰が好き投票ね、はい、ヒカルちゃんはね、知識公開、知識行って、ナオミちゃんは指導行くかな、指導行って、知識指導で、ダルトは体力行こうか。よし、はい、働かないおっさん稼働すればいいですか。指導行って、知識行って、よし、学童さん、いらっしゃい。何が与える、それが一番。スケジュールを実行する、カズキューさんです。あ、BJ 変わった。テン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 ゴー、よーし、ヘルシンキゴー、よーし、ヘルシンキゴー、よーし、どうしようね、おいダメだこりゃ。レダルト、伊賀さんがありがとうです。ペッペーン、こんなものよね。あー、そんなものかね、こんなものね。あー、いいじゃない、いいじゃない。なんだこりゃ、エダルト、ちょっと体力頼むよ。引き続き、おへそいぞ、引き続き行こうか、同じメニューでいいや。よし、スケジュールを実行します。お、来た、お仕事来ましたよ、お仕事。にゃーん、もうちょっと育ってきてほしかったけど。あ、今回の仕事についてだが、はい、南極のペンギン公園からペンギンが5匹行方不明になったらしい。ペンギンが探し出してくれとの依頼だ。はい、頼んだぞ。わかりました。2人ほど派遣してほしいと。2人
誰をやりますか。なんで待ち針加えてるんですか。待ち針じゃないぞ。あ、二人いいや、よかったよかった。ヒカルとナオミでいいじゃん。エナルトはダメだ。ヒカルとナオミだな。やってることバットマンみたいな仕事ですね。そうですね。何でも嫌ですからね。まあ、バットマン、バットマンなんだ。ナオミですね。はい。わかりました。すみません。また仕事の依頼が入りました。また？人事部長が飼い猫を団地とナオミじゃダメなんですか？シートのことです。エダルトしか残っていませんけど、派遣していいですね。では仕事を開始します。結果は仕事が終了次第お知らせします。この依頼覚えてないな。それではまたお会いしましょう。飼い猫を預かってくれて。けど誰も成長調子がいいとあの待ち針の先から葉っぱが出るよ。それいわきじゃないか。団騎士の名前だ。見つかったようです。あ、よかった。なんだか弾丸列車に乗って南極からハワイにまで来ちゃっていたみたいで。ペンギンハワイで大丈夫？見つけましたー。かわいい。見つけましたー。よかったよかった。猫の世話の方ですけど、なんだかいるかと思ったらペンギンです。すみません。あったかい海で泳ぎたかったのか、マグロかと思ったらペンギンでした。ペンギンでした。しょうがないな、エダルト。ペッペッ。あ、今週300。今週はバッチリよ。はい。お子様には懐いていただけなかったか。こんなもだよ。まあいいや、能力下がってないから。ね。お金も、600稼いだ。爆弾投げるペンギンだっていますし。爆弾投げるペンギン。あれ、まあ、気球だけど。はい。まあまあまあ、同じでいいや。マダルトちゃん。よし、エダルトじゃん。マダルトだったらウィ。まあ、呪文になっちゃうよ。ペンギン普通の気候で生きてるもんな。水族館でね、72個みたいな。やるです。ダダルト呪文。ヘルシンキ。ダダルトも呪文になっちゃう。ヘルシンキ。ゴー。よし。ヘルシンキ。ゴー。よし。ああ。ない。エダルトなかなか体力つかないな。エダルトが体力たくさんないね。こんなものよね。あ、いいじゃない。こぼしすぎる問題。よし、こぼすな。北海道の動物園で触らせてもらったけど硬かったな。硬いんだ。エダルトに紹介。エダルト23倍。和骨です。大川君が見ていた笑い。大川東京。あ、忠実度が下がった。いかんな。ヒカルちゃんちょっと忠実度しとこうか。水性高いんだなって納得する感じでしたね。ペンギン、臭いよ。なおペンギンのひなの毛はふっぱふわ。まだたっぷりないな。思い切り水の中にうんするし。まだ指導でいっか。まだ大丈夫か。あ、行動がちょっと下がりそうだけど、まあまあ。体力頑張ろう。はい。まだ終わらないね。はい、まあ、いいか。ペンギン、あ、知ってるよ、バットマンの敵だよ。バットマン的にもペンギンって言ったね。先はアーキンラブ。ペンギンは野獣。ぼーっと眺めてたらヤギがお客さんに売るようの餌食べてた。さすがヤギ。ああ、今回の仕事についてだが、バイオ研究所からの依頼だ。バイオ研究所。新しく開発した生きている植物コートふさふさウェアの世話と試着をしてみてほしいとのことだ。生きてる、生きてるコート。誰にやらせますか。お、全員成功できるじゃん。今日エダルト君の成功がないからエダルト君行こうか。エダルト。エダルトですね。わかりました。では仕事を開始します。結果は仕事が終了次第お知らせします。試着、試着。またお会いしましょう。知ってる、これアンブレラ社兵の潜入捜査だよね。潜入捜査。バイオハザードきません。ヘルシンキ、ゴー。ゴーって頼んで届くエダルト。ヘルシンキ、ゴー。よいしょ。ヘルシンキ、ゴー。よいしょ。生きて腸まで届くのは乳酸菌じゃなかったっけ。株分けしたら増えちゃいました。増やしてもしょうがないんですけどね。こんな服嫌だ。葉っぱ体じゃないか。葉っぱがいっぱい。
ピッピー、わらわら、かわいい、こんなものですか、こんなもんかね。もう一300円ですね、安いな。まだいいよ、でもいいや。今日だけで900。葉っぱは複数あればいい。和物です、部下の能力。すずなさんでしょ。よし、また知識に行こう。知識、お、指導力結構あるになった。やったで、指導力結構ある。充実度も上がろうかな。もしかしてエダルト君はドジっ子なの？エダルト君ドジっ子だね、意外とね。ナオミちゃんは潜入捜査先から謎のアンプルを持ち帰ったようです。忠実もあげとくか。忠実は結構てん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 、スナンプル持って帰っちゃいかん。てんてんてれん、よし、早速そのアンプルを打ってみよう。アンプル打たないで。よし、失敗するな。エダルト体力つけると難しいな。こんなものよね。そして始まるバイオハザード。ダークサイトでコロナのワクチン打ってるらしいですよ。え、もう？スケジュールを。怖いよ、でもよく打つよね。お、知識結構あるまで来た。いいよいいよ。じゃあ今度は指導力いこうか。指導力結構ある、結構ある。聞くとは思えないやつだな、わら。ねえ、ちょっとエダルト君にちょっと指導やってみるか。ラックスタコスみたいなもんですね。ちょっとね、ちょっとラックスも、ラックスはいいけどを実行します。ラックスタコ様、ワクチン、ワクチンの香り。はい、その多少で、はい、その多少で、はい、その多少です。ラズテンでもそのワクチンを売ってる。ラズテンは普通にね、市販されたらちゃんと売りますから。お、上がる。オッケー。結構あるなんだ。指導行こうか。指導ね。お、充実度結構あるなんだ。あと体力をつけたいな。ナオミちゃんもちょっと体力。はい。スケジュール。スズナさんありがとうです。楽天での販売予定価格とやったの256倍。いや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 、楽天ビッグタイムセールって言って定価で買わせない。もうタイムセールがもうすごいから超得。うわあ、と悪国だ。今日まともに持ってった時はないね。あ、それでも1回こぼしたら14上がる。お、でも10上がった。10も上がった、10も。虚弱すぎる。虚弱すぎるな。あ、知識があんまりなくなった。いかん。ナオミちゃん、ちょっと知識は結構あるんでしょ。ラコ。森さんが一番されてる。チンギスハン、元の世界征服を手伝ってくれる人材。裏切り役かよ。頑張っていくな。頑張っていくな。よいしょ。頑張っていくな。頑張っていくな。よいしょ。ボルトの覗き見もできるよ。よし。おお、お、全問正解、やったね。全問正解というか全部持ってた。森さんが一番さん、ありがとうございます。
エダルト今日初めてパーフェクト。パチパチパチ。全部持ってたね。こんなものかしら。おお、24上がった。おお、すごい。初の5勝0敗。5勝0敗です。めちゃくちゃ上がる。24上がる。それでもまだ普通か。普通か、体力普通にして。まあこれでいいか。はい。よし。はい。スケジュールを実行します。お仕事来ないな。頑張っていくな。よし。頑張っていくな。結構は一曲はこんな感じでいいですね。そう、結構は。ナオミーほら。お、あーしまった。お、エダルド今回も結構4勝1敗だった。あちゃちゃん。お、いいよいいよ。でも割と忠実は5も下がるから、そろそろ忠実も上げないと。はい、嫌だ。スケジュールを確認します。結構ある、結構ある。なかなかヒカルちゃん結構あるが、もう一個来ないな。お、体力結構あるなった。やったぜ。次は知識いこうか。お、体力ようやく結構あるなった。結構ある、結構ある。よしよしよし。で、指導力いこうか。体力、知識いって、よし。はい、スケジュールを実行します。そろそろメイン仕事が来るんじゃないの。まだか。お、ビジネム変わった。テン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 。よし、かわいいな。もかわいい。ほら、セバスチャン。よし、いいぞ。ほら、セバスチャン。よし、いいぞ。ほら、セバスチャン。いいぞ。ほら、セバスチャン。ダメじゃないか。猫のスノウに任せて指導力を上げる。指導力上げる。お、かなりがだ。やった。今週はバッチリよ。バッチリよ。まあまあいい、いい方かな。はい、結構ある、結構ある。うーん、あ、忠実度下がった。ヒカルちゃん忠実度いこう。体力まだ下がったな。また体力いって。結構ある、結構ある。スケジュールを実行します。テキパキワーキンラブ。お、お仕事入ってきた。にゃー。ああ、今回の仕事についてだが、オペラ歌手のサー・チャールズ・ブラッドレーは知っとるか。オペラ歌手。コンサートのために今オペラ座に来とるんだが、彼のサインが欲しいという依頼だ。サインが欲しい。頼んだぞ。自分でもらいに行けばいいのに。遠いがあるみたいです。遠いのかな。ちょうどいいですね。誰をやりますか。はい、もしかしてマドラー加えてんのかな。お、忠実度あんまりないでいいんだ。よかった。ヒカルちゃんの忠実度があんまりないでよかったんだね。本人にもらわないと意味ない気が。よかった。強敵派ね、ヒカルちゃんでいい。ヒカルちゃん報酬派50万スイスドルで。50万スイスゴルゴの未来かな。わかりました。では仕事を開始します。結果は仕事が終了次第お知らせします。葉っぱ怖いな、葉っぱ怖い。またお会いしましょう。よかった、忠実度下がってた状態だったけどよかった。あーっと。ほら、セバスチャン。よし。いいぞ、ほら、セバスチャン。ダメじゃないか。ほら、セバスチャン。いいぞ、ほら、セバスチャン。ダメじゃないか。ダメだじゃないか。セバスチャンダメだな。
転びっぷりがダイナミックで良いです。あ、よかったですね。可愛い格好してきたんで気に入られたみたいです。おいおい危ないぞ、それは危ないぞ。サーチャール、サーチャールズブラッド、わらわら、やったー、300円欲しいわ。今週はバッチリよ。こんなものかしら。どうかな、貴様ロリコンだな。ロリコンだな。ダメでした。サーチャールズブラッドリーは、はい、結構ある、結構ある。指導力ね、はい、あ、忠実度、忠実度。あ、知識はまだあんまりなくなったのかな。忠実知識、よし、はい、スケジュールを実行します。タランタンタンタン、酔うね。タランタ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 ン、おはい、タン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 。ほら、セバスチャン、いいぞ、ほら、セバスチャン、いいぞ、ほら、セバスチャン、いいぞ。テワちゃんパーフェクト。よし、セバスちゃんの能力が上がりましたね。セバスちゃんの、セバスちゃん指導する能力が上がる。はい、数結構ある、結構ある。指導知識、ちゃん知識するか、また知識、知識、指導かな。てん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 、あれ、ヒカルちゃん知識結構なかったっけ。あ、指導だ、指導だ。はい、よし、はい、スケジュールを実行。労働基準監督署さん、ありがとうございます。おっと、お仕事かな。はい、わらわら。ああ、今回の仕事についてだが、またバイオ研究所からの依頼。またバイオ研究所？今度は生きている動物コート、モコモコウェアの世話と試着をしてみて。生きている動物コート頼んだぞ。なんだそれ。この前はふたふたで、今度はモコモコですね。今度モコモコだってよ。何をやりますか？お、全員成功してるね。じゃあ今度ナオミちゃん行こうか。マリモかな。ナオミちゃん行こう。よし、マリモコートかな。わかりました。では仕事を開始します。ナオミが動物にモコモコされる。結果は仕事が終了次第お知らせします。はい、それではまたお会いしましょう。頑張ってジックな。いいぞ、ほら、セバスチャン、いいぞ、ほら、セバスチャン、あんぬん、ほら、セバスチャン、いいぞ。よし、しつけがうまくできなくて、レストランで隣の席の食べ物を食べちゃうんです生きてるじゃないか、本当に困りましたね。わらわら、こんなものよね。よし、あれ、今成功なのよ。成功だ。500円だ。やった。こんなものよ。今回ちょっと報酬が多い。報酬が多いね。あれ成功なの？あれ成功みたいよ。報酬もらえてるから。はい。あ、行動力が、この行動か。行動。行動知識。他人のものを食って成功。行動知識、行動。うん、行動知識指導か。行動知識、うん、指導ね。はい、スケジュールを実行します。テキパキワーキンラブ。あ、お仕事。にゃーん。第2話、ファッショナブルラブが来た。ファッショナブルラブ。今回の仕事はファッションモデルの代役派遣だ。これ長いアドベンチャー。詳しくはナーナに聞いてくれ。はい、じゃ頑張るように。はい、
なんかおざなりな説明でしたね。今回はファッションデザイナーのロロロッソ氏からの依頼です。今日の午後ファッションショーを開く予定なんですが、うん、メインのモデルがはしかで倒れてしまったそうです、うん、モデル組合がストライキの最中で代役を立てられないそうです、うん、怪しいデザイナーだぞ。怪しいデザイナーだぞ。というわけでうちに依頼があったんですが、うん、誰をやりますか。一応みんな手は空いているみたいですが、まさか敵の疑惑があったなんて、うん、137個もせないし誰やるかな。ファッションモデルだからね。誰かな。ナオミちゃん、ヒカルちゃん、エダルトちゃん。こないだナオミやったからヒカルかエダルトか。じゃあエダルトにしようか。エダルトちゃん、エダルトちゃん行こうか。エダルトですね。わかりました。はい、エダルトです。行け、エダルトくんちゃん、はい、エダルト。ファッションモデル、え、わかりました。行きます。行け。尻尾フリフリ、ワイパーが。いやー、待ちかねていたよ。私がロッソだ。エダルトです。おお、いいぞ。急病のモデルの代役にぴったりのイメージだ。おだけど男みたいな声だな。僕は男ですけど。白っ子か、え、声を女性なのに女の子のモデルを頼んだんだ。聞いてませんよ。白っ子だ。わあ、どうしよう。どうしますか。いや、いけるって。ヒカルかナオミと交代しますか。そんな時間ないぞ。開演時間はもうすぐなのだ。依頼内容を確認しましたけど、女の子という依頼ではありません、ね、性別書いてないよね。うん、性別書いてない。それじゃこちらに責任はないですね。責任ない、ない、ない。そうね。どうしますか。ここにいても意味ないですし。何も問題ないな。バックベアード用にロッソを献上するぞ。いやいやいや、書いちゃダメだよ、ダメだよ。なんとか自分がもエダルト戻りやって。ダメダメ。わかりました。ちょっとロッソ氏と相談してみます。うん、そうだそうだ。それじゃあどうしますか。なんとかやってみよう。思いつかない。急遽男物にデザインし直すとか。男物は嫌いなんだがな。君が女装するというのはどうだろう。おお、それはいいね。嫌です。嫌ですよ。開演まで時間がないんだってば。そんなこと言われてもというような状況なんですけど、うん、どうしましょう。女装した方がいい。女装がいい。作ったら今は間に合わない。うん、いやいや、女装ですか。そりゃ仕事ですけど。何事も経験経験。うむ、早速用意しよう。手遅れだよエダルト君、うん、俺のスコーフォルダが火を吹くぜ。パワハラ、わら。似合う。何も言うなよセバスチャン。いいじゃない、いいじゃない。おお、すごい、ぴったりだ。大丈夫、織田信長も女装したことあるから、うん、本当。織田信長ある。どうでもいいんだが、なんでそんなにウエストが細いんだ。君普段からスカート履いてるやないか。ほっといてください。むしろ正解。やっぱ胸がないね。目覚めた。胸はぺったんこだけどいいのか。なんかインスピレーションが湧いてきた。インスピレーションが湧いてきた。新しくデザインし直したくなってきたぞ。ちょっと待って、今からが。からの時間あるんですか。開演までまかないとか言ってたじゃないか。ないから。でもね。どうしたらいいと思う。どっちでもいいですけど。決断できないんだけど。どうしましょうか。間に合わないよ、わら。いや、新しいこと作る。いや、このままでどうなんだ。もともとでいいんじゃないの。これやったら間に合わないだろ。やっぱりこのままでいいんじゃないですか。時間ないですし。そうか、そうだな。ヒカルです。お、ナオミです。エダルトのファッションショーを見に来たんですけど。なんだこれは。さっきのブートじゃないじゃない。この際、寝ていても構わん。あ、こいつら冷やかしに来たぞ。
お、出てきた、出てきた。ラックスのある。いいじゃない、いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。やはり私の才能は間違ってなかった。お、有望な新人モデルデビュー。ロックスの新作発表会は大成功だった。エダルトの顔ができた。エダルトに女装が似合うとは思いませんでした。いやいや、思う思う。今回の仕事だが、なかなかうまくいったらしいな。これからもこの調子で頼むぞ。ボーナス振り込んどくからな。どうもどうも。たくさん入金がありました。お、よかったですね。やった、大成功。いつもこううまくいってないんですけど、似合わんわけないだろう。エダルトに対するボーナスはどうしますか。今回は頑張りましたからね。わらわら、送金します。1500円。よし、お疲れ様でした。エダルト君大正解。これわかんない。でも結構ね、いや8パターンぐらいある。結構ね、マルチなんですよ、報酬とか。割と、まあ、3人3用で、ボーナス1500ポンド。さすがの業界派遣隊。まあ、一番いいのを見ると、攻略を見るしかないですね。一番いいのは。でまあパラメーターによっては正解にならないね。正解成功しても。あ、いたいた、こんにちは、エダルト。あれ、ナオミ、ヒカル、二人ともどうしたんだい。ちょっとプレゼントを持ってきたの。プレゼント？全員にベストな結果があるんですね。まあ、どうみ、あれでもベストな結果に ならない場合もありますよ、仕事で。一体なんだろう、確か。すごい笑顔してない。育ち芸だけどすっごい運任せなんだよね。ベストでもお金が低いとかね。そうなんですよ、運任せだから。だからもうセーブロード必須ですよ、これ。ベストエンディング見ようと思ったら。わらわら。そうです。パラメーターの上がりがね、あったりするから。あと、仕事がいつ来るかにもよりますから。仕事の依頼も、ランダムですからね。確かなんかね、第3話にこれが、今の仕事側が成功するのは、第3話に来ないと成功しないとか、結構ある。ちょっと待って、攻略を。攻略本私持ってるけど、どこだったかな。今なんだっけ、ファッショナブルラブですよね。あ、攻略本あるんだ。あ、そう、昔一周目の時買いました。ベストエンディング見ようと思って。ヒカルちゃんがこのファッショナブルラブ成功しようと思ったら、直前の任務で成功してないといけない。ナオミの場合はこのシナリオが第3話として発生しなければならないということですね。だ、今第2話だったから、ナオミちゃん生かしたら失敗しちゃう。だから第3話だったらいいけど、エダルトは今までの成功率は5割以上であればいいので、5割以上だったから成功だったのか。5割だったの。竹本昇、特撮監督。はい、話がどこに来るかはランダムなんでしたっけ。そうなんですよ。あ、さっき4分の2だよね。あ、違う、4分の5割じゃなかったよ。5割じゃなかったけど成功したじゃん。5割じゃなかったけど成功したじゃん。大丈夫なの。パーフェクト狙うの端なんの技ですね。そうなんですよ。4割バッター。4割バッターだけど、成功したのはいいの。嘘つき攻略本、わらわら。あ、いやいや、あれだ。ボーナスがね、一番いいの2000もらえる。今1500でしたよね。1500だったから、もう一個2000がある。2000が1000、1500、2000って分かれてますね。あ、同じ選択肢選んだとしても。今エンディング何だったの。エンディング J、 あれの上があるのか。どう、男だったから 2.5 割引か。2000もらえるのがある。お、でもこのシナリオで助走しとけば、隠しイベントがの条件を満たすって書いてある。2000はダメでも1500は稼いでおこうって書いてある。
お、いいじゃない。待って、これも出てくるか出てこないかはランダムですけどね、今の。隠しイベント。隠しイベント。女装で。はい。設定の変更を行います。ロード。違う違う違う、ロードじゃない、ロードです。難しいゲームだ。もう別のエンド習おうと思ったらもうね、もうセーブロード、セーブロードですよ。危ない、我々。危なかった。セーブが終わります。割りか定番だよね。ときメモだって10円の隠しイベントね、ありましたね。ちさこショー。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジン、働く少女、テキパキワーキングラブは、毎週水曜日やってます。来週で終わるかな。今33時、52週までが1年ですからね。オスでした。はい、オスでした。オスでございました。オスでございました。オスでした。オスでした。今日もお疲れ様でした。はい、オスでした。おやすみなさい。オス女装に目覚める。オス女装に目覚める。セーブよし。セーブよし。ののけ。今日もオスオスでした。ロードしたら今日の一週分が無駄になることだった。毎週水曜日、録画予約します。ありがとうございます。オスでした。オスです。あ、YouTube の方にもね、上げてますんで、見逃しても大丈夫です。はい、オスです。オスでした。おやすみなさい。